11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回、今日もフリーテーマでお電話ファックスメール受け付けます。最近の出来事からアッコさんへの質問や相談、メッセージ、新曲の感想など何でも結構です。そして今日は12時台に映画監督や脚本家、演出家など様々な肩書きを持つ大宮エリーさんが、ゲストで来てくださいます。およそ3年ぶり、久しぶり、はい、ねえ、昔はよく飲みましたよ。そうなんですよね。やっと今なんとなくエンジンかかってきてお酒抜けたトークできるかなと思ったら、エリー来たらまた酔いそうやな。彼女もよく飲むからね。そうなんですね。でも今出してる本めっちゃ面白いよ。らしいですね。出だしが記憶がないから始まったら。記憶がない。そう。なんか共通する点が多そうですね。もう読んで、わかるわかる、これやこれやっていう感じ。エリーさん、およそ3年ぶりの番組登場です。はい、大宮エリーさんへのメッセージもお待ちしています。受付電話番号は東京 03-3211-3222、 東京 03-3211-3222 です。ファックスは 0570-021242、 0570-021242。 メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com、アッコアットマーク 1242.com でお待ちしております。そして電話で参加いただくコーナー、クイズ和田オネアですが、正解すると今週は1万円がお二人に当たります。そうでしたね、はい、はいはいはい、チャンスが2回あります。はいはい、でそこで1回目のクイズは、はい、もう11時33分ですが、はい、11時台の後半に実施します。はい、そして2回目のクイズはいつもの12時50分頃に実施をします。はい、メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になりますし、番組の中で紹介された方も漏れなく抽選はあります。はい、で選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけてクイズに答えていただくんですが、5回コール以内に出てくださらないと回答権失格となります。その場合は他の方に権利が移ります。はい、メールやファックスには必ず電話番号と本当のお名前と住所も書いておいてください。そしてパソコンやスマートフォンなどラジコで番組をお聞きの方の場合、お手数ですが、必ずラジコで聞いていますと書いておいてください。そうですね、はい、先週ありましたね、そういうの。そうなんです、はい、ラジコで聞いていますというふうにおっしゃったんですが、うん、残念ながらメールにですね、そのことが書かれていなかったんですね。ですから電話がつながった時にはまだクイズの問題が読み上げられてないという状況だったそうで、はい、まあ、結果的にはまあ外れてしまったんですけれど、ね、はい、まあ、こういう事態を避けるためにも、ラジコでお聞きの方はラジコで聞いていますというふうに書いてください。そうすればその方が抽選で選ばれたら、ある程度クイズの問題を時間を空けて読みますので、はい、そういう措置を取りますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、もすでにメールファックス続々いただいております。どういうの来てる。まず今週一番多いのはですね、はい、アッコさんが出演された、はい、氣志團万博2014、はい、このライブの模様が先週土曜日ワウワウで放送されまして、はい、もうたくさん感想が、ありがとうございます。昨日それをスタイリストのみんなと見て踊ってたんです。それも覚えてないんだけど、記憶にないんだけれど、はい、その酔っ払ってる様子を、アッコさんが酔っ払ってる様子をご主人が動画で撮ってくれたんです。そっとしますよ。本当にそうですか。はい、和田アキ子ライブを見て盛り上がる和田アキ子を撮ってる映像って不思議ですよ。いやでも楽しそうではあったけどね。楽しくやったのは間違いない。本当に私もね、ワンワン見て、おお、いいなと思いました。だいぶカットしてあったけど、まあいろいろ何曲かはあったんですけどね、はい、これ文京区のラジオネームナーニャさん、はい、ワンワンを見ました。ありがとうございます。アッコさんのライブを見るために加入しました。本当ですか。はい、わお。1曲目古い日記、はい、鳥肌が立ちました。わお。最初ソファーに座って見ていたんですが、ソファーなんてあるんですか。ナーニャさんの自宅でしょうね。ああ、はい、ああ、そっか、ごめん、もう頭おかしい。ライブのとこ行っちゃった。間違いなくアコさんはソファーに座るシーンはないです。ごめんなさい、ごめんなさい。なるほど、なるほど、はいはい。僕の読み方がいけなかったです。いやいや、違う。最初ソファーに座って見てたんです。はいはい、気づいたら私立ってて、わお。腕を突き上げてました。わ。そしてアコさんのトーク、はい、MC でのはい、このライブのために禁酒しました、うん、はい、に客席からイエーイ、はい、禁酒でイエーイに笑っちゃいました。あ、
あ、なるほど、うん、それにしてもアッコさん本当に大きいステージが似合いますね。ああそうですか、ありがとうございます。さすがゴッドシンガーですと、はい、素敵な夜をありがとうございました。いいよ、そう言っていただけるともう本当に歌手冥利につきまんな。いや嬉しい、うん、船橋のあやりんさんもね、はい、ワーワーで見ました、鳥肌ものでした、うん、ザ・ローズが聴けなかったのは残念ですが、です、ね、はい、これはアコさんのコンサートに行った時のために楽しみにとっておきますと、はい、本当にかっこよかったですと、はい、歌手和田アキ子最高です、ありがとうございます、PS 一緒に見ていた主人が、うん、和田アキ子ってこんなにすごい歌手なんだね、わお遅いわ遅いわ遅いわ、いやでもありがとうございます。いや我々スタッフもちょっとみんな見たんですけど、はい、すごかったですね。頑張ってるでしょオイラ、いやもうそういう意味ではね、うん、やっぱね平成に考えたらこの人60代なんだよなっていう、そうすごいでしょすごいです。だから今年はそのレコード会社も違うのに A ネーション出たりとかさ、まあ横指がかかるってことがまずすごいですよ、フェスにね。だから嬉しいですよ、いい勉強になりました。あれは氣志團万博っていう一つのフェスを見たというよりは、うん、何かこう、まあ、アッコさんの歌手のね、うん、こう長い歴史の中でやっぱ1ページを見たようなね、やっぱね、うん、そういうすごさになりましたね。初めて出たから、初めて出たって変な言い方だけど、体験でね、もう本当に不安だったんですよ。で私に言わせれば、先週ほらこの番組でも言ったけど、もうテレビ見てても私ぐらいのシニアを対象にしたのってないじゃない。かといって私若くもなければ年寄りでもない、私も中途半端だって先週言ったじゃない。おばあちゃん役がハマらないんですよ。そうなので、綾野浩二から来た時に話が無理だと、あんたたち何でもね、ああいうの見てるとなんか、おいみんな乗ってるかイエーイとかね、なんとか、まあ例えばその袖ヶ浦、袖ヶ浦行くぞイエーイとか、意味わからんよ私には無理よとかつって言ってたんだけど、大丈夫です、絶対大丈夫、あの綾野浩二が言ってくれて、でまあ何回も同じこと言うけど、リハーサルもちゃんとやらせてくれたし、それであのバンドもうちのバンドでいいって言ってくれて、私は本当あの昨日もう一回改めて見て、自分のことよりもそういう場を与えてくれて勉強できたことが嬉しかった。本当にああいうところで歌うっていうねなかったから、その会場で雨降ってたからあんまりできなかったんだけど、2日ぐらい、木曜日にやったのかな、日曜日が本番で、木曜日、そうそう4日ぐらい前に、そこで声出した時にリハーサルで、あ、こういうところってこういう声になるんだとかね、新鮮なんですね。そうそう、で前まで行くと、あ、スピーカーから声に聞こえてくんだとか、はい、すっごい勉強になった。結構ステージ横にも広いですけど、前にも来て、そうそうそう、アッコさんダッシュで行くじゃないですか、うん、もう走り回ってプラウドメモリーとかで、はいはいはい、みんなタオル回して、そうなの、嬉しかった。でその後あの鐘に行くんですか、はい、でその前に実はザ・ローズ歌ってるんですよ、うんうん、だから客席映ると、はい、もうみんな泣いてるんですよね。そうそうそう、泣いてたみんな、ね、だから ああいう歌っていうのは、あの上手いとか下手とかそういうのじゃないんだね。やっぱり音楽に国境ないっていうけど、年も関係ない。本当に私ね、そのオンエアしなかったけど、ローズ歌って泣いてる子を見て私も泣きそうになったもん。で、あの鐘を鳴らすのはあなたなんて、はい、一緒に最後はあなたって言ってくれたからね、みんな。こうだから本当にもう共鳴し合ってですね、うん、アコさんが感動させて、感動してる人見てまたアコさん感動して、なかなかね、もうデビューして47年目に入ったけど、勉強する機会ってなかなかないのよね。もう叱ってくれる人はもうほとんどいないからさ、これも寂しいよ。そうなんですかね、寂しい。やっぱり言ってくれないと分かんないことってあるじゃない。だから一番嫌なのは裸の王様になりたくないよね。なんかかといって無理してそんな若者の中に溶け込むって無理はしたくないし、年相応に生きていきたいんだけど、まあたまに普通に戻りたいなと思うと、そんなデパートで喧嘩寸前になるし、なんかしっかりしてんのか抜けてんのか分からんのよ私。すごいすごくしっかりしてるところと、うん、あ、意外にあそういうとこ気になるんですねみたいなのありますしね。そうなのよ。でもすごいですね、よくあこさんが、うん、私はそうやって無理して若い人のところに行っていたくないかとか、もうマネージャーさんに確認するじゃないですか、うん、いやもう痛いところか、いやまあ、ね、これはね時期が来たら自分で決めることだから。あ、なるほど、うん、今日これ
さ、はい、もう FA でどこ行こうか迷ってるけど自分はプレーしたいって言ってるもんね、うん、だから そこも絶対揺るがないですね。そう、現役にこだわるというで朝ぼーっとしてるのに新聞のうち最初に見たのが、まあ、日本放送来ると放置とかスポニチとかあるけど、うちは日刊だから朝日で、それ見たら頭ぼーっとしてたんだけど、あ、もうイチローには今電話しちゃダメだとかね、あ、彼ストイックだからそういうの、はい、まあ、日本に一回すでになんか入ってたんだけど、まああんまり言わない方がいいかなって。